ソムは、キルギスの通貨。ISO4217 の通貨コードは、KGS。補助単位は100分の1のトゥイン。1993年5月10日、ソビエトルーブルに代わり1ソイコール200ルーブルのレートで導入された。2017年には、新しい通貨記号が導入された。ソム導入以前に使用されていたルーブル紙幣裏面には、 ソビエト連邦で使われる十五すべての公用語で学面が印刷されており、ソビエト連邦におけるカザフ語、キルギス語、ウズベク語はシャラワルーブルをソムと呼んでいた。カザフ語、キルギス語、ウイグル語、ウズベク語のみならず、トュルク諸語などでソムは純粋を意味し、また純金という意味も含んでいることが語源となっている。十、五十トゥイン効果は、 真鍮メッキを施した鉄鋼製。1、3、5層無硬貨はニッケルメッキを施した鉄鋼製である。これら硬貨はカザフスタンで鋳造され、2008年1月から流通が開始している。また銀や金で作られた記念硬貨や特別仕様の1ツイン硬貨も発行された。1993年に政府から1、10、50イン紙幣。 キルギスタン銀行から1、5、20ソム紙幣が発行された。1994年にキルギス銀行から1、5、10、20、100ソムの第二次紙幣が発行。1997年以降に1、5、10、20、50、100、200、500、1000ソムの第三次紙幣が発行された。ありがとうございます。